ありがとうございます。洞窟が今めちゃめちゃ扉やられ終わったのかな。ほう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 、結構来られてるね。やばい、敵いる敵いる。さんまさんに先行ってもらいたい感じですね。先行ってもらって、お、いないかな、引いたか。とりあえず扉つけます。引いてったかもっすね。耐久だいぶ減ってるな。扉をいっぱいつけましょうか。歯車集めしないといけないっすねこれ。多分修理用の金属片とか奪って撤退していきましたね。スキッピーと多分エレメントなんとかってやつでしたかね、名前。今できてる扉をつけまくります。ロケットでバンバン扉をぶっ壊してった感じですね。でもまあうまい具合に常勤強化とかしてるから扉をたどったっていう感じだと思うけど、結局何枚分やられたんだろうな。12枚。ロケットランチャー50発ぐらい使われたって感じかな。もうちょっとこっち側も強化していかなきゃいけないですね。さらに練られてがっつりやられる可能性あるんで。ロケラン50発ってそんな1日や2日でパパーンってできないと思うんで、まあ次抜きに来るのは3日後とかかな。でもなぜかセーフゾーンの近くの拠点は壊されないっていう、先に向こうの方が抜かれそうだけど、今が少し足りてない感じがあるんで、歯車をちょっと運搬しようかな、向こうから。歯車27。26分運びたいな。その前にミニコップを取ってこなきゃいけないっすね。二人で、仮にそんだけ集めたとしたら、めちゃくちゃ奴隷してると思う。多分何人かいると思うね。バックに。また15分箱出現してるんだけど、15分箱のスイッチ押してからミニコプ探ししようかな。馬はいるんだけどミニコプターがないな。8時58分で、この拠点は風化かな。お、やっと見つけた。しかも耐久680って相当ある。抜かれた後の拠点とか多いけど、新しく建ってる拠点もあるな。ちょっとこの焼いた硫黄も運んじゃいますね。向こうって人いないですかね。大丈夫ですかね。運んじゃっても大丈夫かな。部品系、硫黄、火薬、常勤、運びましょう。お、あざす。あざす。パイプ銃。
これはありがたい。敵は来てなさそうっすかね。そうですね、扉に使いますね、歯車。え、デカヘリ燃えてる。爆発したんだ。この辺すげえ木が生えてたのに、ほとんど木伐採されてる。よし、敵入れとこうかな。周囲警戒ご苦労様です。ありがとうございます。とりあえず拠点に戻ってきました。一応これで歯車は30。炸裂弾の数やべえな。硫黄をここに入れて。硫黄もやばいね。ちょっと常勤はこの辺で。4枚ぐらいクラフトしとこうかな。めちゃくちゃうまいおかじ。見やすくなったおかじ、うますぎる。よし、扉つけていこう。ネズミさん申し訳ない。ラストつけましょう。ちょっと15分箱いかねえと。多分もう開いてる。中身だけ取られてたらちょっと悲しいな。装甲版の片開きではあるけどね。12枚やられるって相当だからな。15分箱で装甲版の片開きとか出てくれたらね。でも一応箱は消えてないんで取られてはないかもっすね。重要なアイテムだけ抜かれてるのかもしれないけど。お、光ってるな。敵いた場合これすげえ危ねえけど。お、ボルワーク。どうしような、洞窟に運ぶかな。セーフゾーンの近くの拠点に運ぶか。今セーフゾーンに拠点抜いてきたやつがいるっぽいんで、このアイテムをとりあえず箱の中に入れて倒しに行こうかな。とりあえずこの中に入れて、まだいますか？分解かなんかしてるかな？仮に分解してるんだったら、俺が、バーンって、やるんで、リサイクラーからアイテム奪っちゃってください。え、どこにいます？いなくなった？こいつか。本当だ。サンキューライフル持ってるね。さっき洞窟で確実に抜いてきたやつだ、こいつ。洞窟 ID も合ってる。